お、キント君。あ、こっちか。お、キント君。ご無沙汰。胸にそぼ降る金沢雨の雨の降臨簿、今回はこの、ね、金沢の降臨簿を舞台にした、まあ、私はいつも言ってるように、どういう歌かっていうのは皆さんが聞いてご判断をいただきたいと、そう常々、思っているわけでございまして、あとはですね、詩の内容的にはここに書いておりますんで、ちょっと見ていただければと、そう思うんですけど、いやーでもいい今回は作品になったと私は自負いたしてる、まあ別に僕が作ったわけじゃないんですけどね、いい曲が出来上がったなと、そう思ってるわけでございます。そうね、皆さん歌うコツはコツコツと歌うと、そんなことを言ってもしょうがないんですけどね、まあとりあえずね、今回ね、僕のこの降臨簿の頭の出だしですね、あなたの心がっていうね、このあっていうのがちょっと高いんで、皆さん気をつけていただきたいなと、このあの響かせ方を皆さんも心して、かかっていただきたいと、そう思うわけでございますよね。このあなたのあを私は心には、西城秀樹さんのあ、このあなたのというね、この西城さんの響かせ方を私は頭に入れて歌わさせていただいております。これを一つ皆さんも西城秀樹さんの気持ちを入れられないかな、私だけでしょうけど、そういう響かせ方っていうのを注意していただいて、いい皆さんの持ってるいい声をこの「あ」に、畳み込んでいただければと思いますね。困ったことがね、皆さんもそうでしょうけど起きてますんでね、まあそういうのはね、なるようになるですから。頑張って前に進んでいければいいわけですよ。本当に家にいる時間っていうのがすごく長くなってしまいましたんでね、私もどうやって過ごそうかなって思いながら、普段お家にいて、歌う時に声大丈夫かなとかね、いろいろやっぱ思うわけですよ。そうするとこう携帯 YouTube をね見ながら一緒に歌ったりね、して、やっぱこう実践を離れてるわけですから、個実践みたいなことになるわけですから、そこで、練習したりなんか、まあ気になることではないんですけど、まあ気になりますけどね、やっぱり声が出るか出ないかっていうのは気になるわけですから、そうやって声を出しながら、練習してますね。はい、それでは歌い手さん、みんなこう思ってるんじゃないでしょうか。 CD 買ってねパート2、なんでパート2か、前回も書きましたということで、皆さん CD 買ってね。まあとにかく、前を向いてみんな歩きましょう、ね、早く皆さんの前で実際歌が歌えるよう、皆さんに聴けるようになってほしいな、そう思っています。よろしくお願いします。雨の降臨簿、おこりんぼ、歌わないとおこりんぼになっちゃうよ。明かりの金沢雨の